はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵に三ツ矢サイダー、このジュースをですね混ぜて飲んでみました。まあ先日セブンプレミアムのゼロカロリーサイダーを生卵に混ぜて飲んだわけですが、やっぱり三ツ矢サイダーの方が甘さがあるような気がしますね。セブンのゼロカロリーのサイダーはまあすっきりしていて、口当たりが良くて後味がすっきりしている。で、この三ツ矢サイダーは甘さががっつりあって、飲んだ後も甘さが口の中にあるような、まあ、やっぱりカロリーがあるかないか、糖類があるかないかっていうのは多少の差があるような気がしますね。まあ糖分をしっかりとってね、まあ元気に生きていきましょう。まあ一説によるとですね、人間は糖分を取らなくても生きていけるのではないかという説がありまして、糖新生っていうらしいんですが、まあ要は炭水化物を取らなくても人間は特に不自由なく生きていくことができると、逆にそちらの方が健康なのではないかという説もあるそうです。基本的にはですね、あんまり極端な理論に走らずにですね、確かに炭水化物の摂りすぎは眠くなりますし、糖尿病につながりかねませんから、ご褒美としてね、そうご褒美として位置づけるのがいいんじゃないかなと思うんですよ。炭水化物とか、まあ、糖質っていうのは、まあ、生活必需品ではない。タバコとかお酒とかと同様の嗜好品であると。まあ、生活必需品ではなくて、嗜好品であり、贅沢であり、まあ、ご褒美であると位置づければいいのではないかと思うんですね。で、タンパク質、まあ、最低限のカロリーとかっていうのは、まあ、生活必需品に当たるんだろうと。まあ、あとビタミン C とかもそうですね。これらはないと生きていけませんから。まあ、これらは、まあ、生卵とビタミン C と食物繊維で、まあ、ゲットしてですね。他は、まあ、こういうのはご褒美としていただくということで、まあ、取ってつけたように適当なことばっかり喋ったんですが、まあ、美味しいサイダーでございました。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。このサイダーもね、甘くて美味しかったわけですが、まあ、先日のセブンプレミアムのは、まあ、ゼロカロリー糖類ゼロですから、これから、まあ、技術革新が進んで、同じ味なのにカロリーが半分とか、同じ味なのに糖質がかなり低いっていうのは、少ないっていうのはですね、そういう商品はたくさん出てくると思いますので、今日本人はですね、日本人に限らずだと思いますが、糖尿病に苦しんでいる人っていうのは、まあ世界中にたくさんいると思うんですよ。まあ一説によるとですね、お金持ちの人よりも所得が低い人、まあ、私のような貧乏な人の方が安い炭水化物でお腹をこう膨らませようとするので、まあ逆にこう糖尿病に苦しんでいる人が富裕層よりも貧困層の方が多いっていう話もありますよね。ただまあ技術革新でね、将来はですね、カロリーとか糖質とかを気にすることなく、美味しいものを思う存分楽しむことができる、そういう素晴らしい新世界が来ると信じております。はい、ということで現場から以上です。